平塚君ファクトチェックされないことをですね、ズケズケというのはやめた方がいいですよ。本日、令和2年の5月15日、金曜日、王森林会の大浅大使です。元 N 国と平塚君の自粛効果に対する言動には根拠がありません。あなたの主張のデータや論文を紹介してくれ。現時点で言えるのは分からないです。 っていうタイトルでお送りします、えー、政府の自粛効果について、えー、言論を挟んでいるということですよね。で、おそらく政府の自粛根拠というものは、何らかの弾弾丸が用意されているはずなんですけど、それを、えー、今回の、えー、ところではあまり出さなかったわけですよね。だけど、一応あるはずなんですよ。 それはね、あのー、政府側にはいろんな研究者や専門家がついてますから、一応あるはずなんです。で、えー、N 国党の平塚君というのは1円も出してませんよね。<laughs> 1円もそのね、自粛に対する効果に対する調査費用とかそういうもの1円も出してないはずですから、ね、インターネットでググるだけでしょうから。<laughs> ね、いいんですよ、インターネットでググったものの、そのね、持ってき先、自粛には全く効果がございませんでしたという記事を見つけ、そしてその研究結果を出した機関がどういう機関で、その研究者がどういう名前で、そして出てるか でその論文はどういうふうに世界中では受け入れられているのかっていうのを出してから言ってくださいね。だから今のところフェイクニュースなんですよ。ね、フェイクニュースとかフェイク言動なんですね。平塚くんの言っていることは。現時点では自粛効果があったかどうかがわからないということです。政府はあったっ言ってるんですよね。 で本当のジャーナリストだったらそのあったっていう部分をじゃあどういう根拠のもとに出してきてるのかっていうところを多分調べていくんですよね。で、か、え、た、ー、や一方で、えー、じゃなかったっていう方の、えー、も,うしもう調べていくはずなんですよね。だから現時点ではわからないなんです。だけどあった方が強いっていうこと。ね。 それを、じゃあ、覆すためにはえ、科学的データなり研究なりを持ってきて覆さないと、科学者、武田邦彦と全く同じですよ、あなたは。<laughs> でも、あなたの場合は、科学者っていうねえ、ものもないですから、<laughs> ね。 だから、いい加減やめたほうがいいんじゃないかなと思う、どん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 票を落としてきますよ、そういう適当な YouTube 動画を上げてると、一般人の YouTuber だったらいいんですけど、まあ、どん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 あの政治家としては票を落としていく、でえー、その中で、あ普通に YouTuber をやりたいだけなんだなってみんなが思い始めてますよ、そろそろいいんですか、えー、それはそれでいいんだったら認めたほうがいいですよ、私は YouTuber ですって認めたほうがいいですよ。はい